し、悔やみきれぬ失態を犯しましたから。極論、今のエリカ教はどれほど研修をしようとも死んだふりを見破れない可能性が常に残るということです。全ての状況を個別に確定させるためにも、バトラに復唱要求をする必要があるでしょう。それを引き出すために青き真実を駆使しなくてはなりませんね。分かってます。基礎を十分に、基本から攻めましょう。探偵権限などなくてもハンデにはなりません。かつてのバトラと同じ条件で戦っているだけなんですから。分かってます。今の私はただの人間、遺体の死亡確認さえ満足にできやしない。全ての現場を確認し、情報の整理が終わりました。ご報告いたします。お願いします。まず、すべての部屋は、窓の施錠とチェーンロック等による外部よりの干渉の困難な方法によって密室を構築されていました。唯一の例外は、ローザとマリアの死んでいた客間のみです。緊急、慎んで申し上げる。帽子掛けが勘抜きにされていたものなり。実質的にチェーンロックと同様の内側のみより施錠可能と思われるものなりや、マスターキーによる解釈を完全に封じた密室を構成するためでしょう。客間の性格上、チェーンロックがないため他の何かで代用することも自然です。ならどうしてチェーンロックのある他の部屋を密室に選ばなかったかが興味深いですね。バトラが死んでいた客室は他にも数室あって同じような構造をしてたわけですよね。はい、そうです。ならそこに閉じ込めれば全員チェーンロックの密室ということで、より美しかったはずなのにそれをしなかった。どうもこの客間の帽子掛けの勘抜きとやらがうさんくさいです。復唱要求でよく追求するべきでしょうね。あと遺体なんですが、前回の首がバッサリみたいに、探偵権限がなくとも絶対の死亡を確認できるようなものはありましたか？
近景、慎んで申し上げる。絶対の死を物理的に確認できる遺体はないと知りたまえ。近景、慎んで申し上げ奉る。いずれの遺体も装飾された偽装死の可能性を否定できぬものなり。ま、死亡確定の復唱要求をしたところでバトラが簡単に答えてくれるとも思いませんが。やれやれ。私はベアとの時の6連鎖密室の方が面白かったけど、でもマスターキーが一切通用しないという意味においては密室の完成度は今回の方が上ね。バトラが狙ってくる密室破りは概ね2つ、密室錯覚と事件錯覚、このどちらかね。密室錯覚はわかるわ。一見密室に見えて実はそうじゃないってことでしょ。事件錯覚ってのは何？事件が起こったと錯覚することよ。つまり本当に死んでいるのかどうかということ。何それ、バカバカしい。いくら密室でも中の人が生きてたらそんなのただのトイレでおしっこしてるのと同じだわ。でも今回の密室殺人、ぶっちゃけそれが回答だとしか思えないのよね。チェーンロックを外側から細工する無限の可能性は、隠し扉の有無、遠隔殺人の有無、あるいは自殺の可能性だって、そもそも密室が成立しているのかさえわからないというのに。私はバトラのゲーム版裏から見てるから知ってるけど、これは完璧な密室よ。密室は内部からのみ構築され、外部からは構築も解除も干渉も一切できない。それ赤で言える？さすがにそれはバトラに悪いから遠慮するわ。ベルンが私を愛してるんだったら私の発言も赤き真実で見えるはずよ。なら密室は完璧、つまりこれは事件錯覚ってことになるわ。そうなるわね。だとしたらこれは全部狂言密室だわ。大方エリカがあまりに空気読めずに探偵探偵と騒ぐものだから、後ろ宮家みんなで結託して狂言殺人を披露してからかってみたってことじゃない？あら、これ正解？私ってば超名探偵。それが困ったことに、これは狂言じゃないのよ。犠牲者はきっちり殺されてるの。2日目の24時の時点でとかじゃなくて？探偵宣言を出してこそいないけど、彼女の検視は極めて正確よ。私が赤き真実を与えられるくらいにね。それでエリカの検視時に間違いなく死亡してたってことになるの？ええ、そうよ。それはもうがっつりと。でも赤き真実では言ってあげないのね。エリカはその赤が喉から手が出るほど欲しいだろうに。だって今回のあいつ探偵でさえないもの、赤き真実なんてあげないわ。しかしとなるとすごいじゃない、バトラの今回のこれ完璧な密室殺人だわ。あら、そうなるの？エリカ大丈夫？一見普通の密室殺人だけど地味にかなりヤバい密室だわこれ。探偵権限さえないエリカにはちょっと荷が重いんじゃない？自称名探偵だもの、きっとエリカはやってくれるわ。探偵ですらない人間風情に打ち破られたら、バトラもベアとも最高にざまあないくらいに粉々でしょ。それに万一エリカが負けても最悪のかけらにぶち込んで忘却の深淵に叩き込んで遊ぶから、それはそれで面白そうだし。そういうこと。私たちはどっちに転んでも退屈しないわ。あんたっては本当に血も涙もないわね。ま、そんな黒猫を雑巾のように絞って一滴だけ滴る雫を舐める時が私の至福なわけだけど。ベアとのゲーム版でも散々遊ばせてもらってるけど、もう何も出てきやしないくらいに絞り尽くしたわ。このゲームもこれでおしまいなの。だから最後にふさわしく、エリカ、バトラ、互いの破滅をかけた一騎打ちくらいには盛り上がってくれなきゃね。ちえ、このゲームで無限にあんたと遊ぼうと思ったのね。残念だわ。
とんでもない。十分にあんたに付き合わされたわよ。また面白そうなゲーム版を見つけてらっしゃい。そしたらまた遊んであげる。ああ、本当にあんたは私を飽きさせないわ。それでいいのよ、ベルンカステル。そんなあんたの表情を苦悶に歪めることだけが私が覚えてしまった唯一の禁断の蜜なのだから。ずいぶんドタバタと現場巡りをしたようだな。十分か？現場検証は。ええ、十分です。さて、私とあなたの赤と青の論争バトルですが、いかがします？早速始めますか？それとも最後にまとめて？お預けは俺の性分じゃねえな。それはお前もだろうぜ。なら、早速この第一の番の密室に切り込ませていただきます。その前に確認です。復唱要求に応じるおつもりは？内容によるぜ。全てに応じる義務はなく、応じない理由も開示しない。グッド。ではシンプルに密室定義の確認から参りましょう。ドラノール、読み上げてください。了解です。以下の復唱を要求します。一つ、6人の部屋は全て密室である。認める。もちろんゴーダたちがチェーンを切断するなどして密室を破るまでの話だが、一つ、密室の定義とは外部より構築不可能であること。認める。つまり外部からはどんな細工でも密室を構築できないということ。チェーンロックを外部より細い針金などで器用にかけ直したなどは認められないということです。言われるまでもありません。ドラノール、続けてください。一つ、密室の定義とは内外を横断する一切の干渉が断絶されていることを指す。認める。ただしノックや声、内線電話など一般的な部屋で想定できる干渉方法を否定はしない。一つ、密室破壊時、室内には犠牲者、ナツヒ、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラ、以外存在しない。認める。密室破壊時以降に殺人は行われていない。拒否する。なぜです？実は密室を破った時点では犠牲者たちが生きてたからですか？そして実は押し入ったクラウスたちが犯人で、そこで殺人を行った。すなわち密室誤殺人だから。これが真相だからですか？いいえ、違います。まだ殺人は続くのですから、これ以降に殺人が行われないと赤で宣言することはできません。チッ、へりくつを。私たちの趣旨は分かってるはずです。クラウスたちがチェーンを切断して密室を破り、そして中にいた人間を殺した。これに反応してもらいたいだけです。エリカ卿、クラウスたちとの不特定多数な言い方では不十分です。まずは密室破壊以降に室内に入った人間を確定すべきです。近景、密室に踏み入ったのは犠牲者を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人なり。
近景。これは聞き取りによるものなり、他に踏み入った人物がいないという保証はなきなりと知り立てまつれ。言われるまでもない。今のを復唱してもらいましょう。密室破壊後、部屋に入ったのは私を除き、クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人のみである。いいぜ、認める。ただしこれは現時点での話だ。今後のゲーム展開以下では他の人物が立ち入ることもあり得る。復唱要求。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダは犯人ではない。答えてもいいのではないでしょうか。もし拒否すれば、クラウスたちが犯人であるという青き真実が残ったままとなります。そうだな、認めはするが、言い方をさらに厳密にしよう。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダたち4人は、ナツヒ、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラたち6人の殺人に関わっていない。ということは、密室に入ってさえいないそれ以外の人間たちもまた殺人に関わることは不可能ということになりますね。さあな、自分で考えな。密室に立ち入らずに密室殺人を成立させる青き真実が提出できるってんなら、こっちも赤き真実で返答してもいいぜ。もっとも、俺はお前がこれから提出する青き真実のうちたった一つを打ち破るだけでいい。つまり、今からお前が遠隔密室殺人のトリック X を青き真実で説明できたとしても、必ずしもそれに赤き真実で答える必要はないわけだ。いずれにせよ、今の復唱要求には拒否ということですね。勘違いするなよ。復唱要求はお前へのサービスではないんだぜ。やりますね。魔女側プレイヤーとしてもなかなか頑張るじゃないですか。お前とは場数が違うぜ。チッ、ドラノール。続けます。一つ、犠牲者たちは他殺を除くあらゆる方法で死んではいない。認める。もちろん自殺や事故死ではありません。一つ、犠牲者は。ドラノール、それで結構です。よろしいのですか。まだ項目が。ええ、もう十分です。現場の状況は確認できました。ここから青き真実での反論タイムとしましょう。ああ、いいぜ。ご考説を拝聴しようじゃない。